はい、こんにちは。本日もこちら GX ハイクラスパック GX バトルブーストこれ1ボックス開封をやっていきたいと思います。前回ねもう1ボックス先に開封をしております。まだ動画見てないって方はこちら i マークでリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも見てみてください。で、前回1ボックス開けた時もそうだったんですけど、今回このねハイクラスパックは特に初回製造版とかはないんですけど、前回もこのボックス1個でスーパーレアが1枚出ていたので、まあ、スーパーレア以上はだいたい1ボックスに1個確定ぐらいの確率で入ってるんじゃないかなと思います。で、前回もねスーパーレア今言った通り出てるので、よかったら前回ねの動画で何が出たか確認をしてみてください。はい、では早速今回は2ボックス目になりますね。2ボックス目開封をやっていきたいと思います。はい、では開けました。で、前回に引き続き10パックになります。では5パックずついきたいと思います。では前回の続きということで11パック目からになります。11パック目、闇カラス、アゴジムシ、アローラナッシー、ハピナス、エレクトロメモリー、そしてジジイロン、2枚目になってしまいました。ジジイロン、そして最後こだわりハチマキと、まあ、今回から2ボックス目になるんですが、そろそろ GX がかぶってくる感じですかね。はい、では12パック目、アローラサンド、投げつけ猿、たまたま、ミミッキュ、アローラダグトリオで、ワオルガルガン GX 一応持ってはいないですね。あ、持ってないじゃない。で、最後アクアパッチ、一応前回は出なかったですが、この持ってるやつはこいつと一緒ですね。絵柄はこいつと一緒です。これはコロコロについてたイワンコの特別付録のやつですね、のデッキのやつですね。はい、では13パック目、デンジムシ、オドリドリ、ヒトモシ、マギアナ、カプレヒレ、オーフェローチェ、最後はマオ。ってことは今のところちょっとかぶってますね GX が。はい、14パック目、ネマッシュ、生こぶし、しずくも、アローラキューポン、ディアンシーで、おソルガレオ。これは昨日出なかったね。はい、そしてダブル無色エネルギーと GX 2分の1ですね。はい、5パック目、なんだこれ、イーブイか、イーブイ、ハブネイク、イワンコ、ビクティニー、電樹木、おー出た、いきなり電樹木のハイパーレアですね。おーかっちょいい。そしてもう一枚出るね。はい、もう一枚はルナアーラと、これも2枚目になっちゃった。でタイマーボール。はい、うん、ということで、5パック開封しまして、 GX は半々ぐらいでしたね。前回1ボックスで出たやつが3枚出たか、3枚出てしまいましたね。ルガルガンとソルガレオは初めて出ました。で、レンジ目のレンジ目 GX のハイパーレアでしたね。はい、では残り5パックいきましょう。ハイパーレア出てしまったんで、もう多分 SR 以上はさすがに入っていないんじゃなかろうかなと思われます。はい、16パック目かな。コスモーム、なんだっけ、ランプラー、アローラロコン、レジアイス、カップブルル、んネクロズマだ、ネクロズマ、最後はネストボール、光を食らう闇のやつかな。はい、17パック目、アローラディグダ、 EV、 エンニュート、ソルガレオ、これはガルーラで、
カップテテフだ。テテフは引けなかったんだよ、拡張パックの時、通常版のパックの時引けなかったんです。テテフはこのハイクラスパックじゃなくてね、通常の時テテフは引けなかった。やった。じゃあアセロラ、じゃ18パック目、タイプヌル、甘カジ、何これ、踊りだか踊り通り、反射で本当に見えないんですよね、このカメラの、モニターだと反射で見づらいやつがいる。アローラベトベトン、カップテテフで、お、ニンフィア、ニンフィア、最後はフザミーネ。はい、ではラストに19パック目ですね。ソウルロック、ヤゴジムシ、コスモキク、マシェード、カリキリ、あ、違う、カリキリじゃない、ラランテスじゃん、ラランテス、なんだ、おー、カップレヒレ、カップレヒレ GX、 うーん、最後は不思議な目。はい、ではラスト20パック目、はい、カイロス、ピカチュウ、ヤブクロン、古代のクリスタル、初めてだこんな、クワガノン、結構出ないカードいるね。おお、そして悪事キング、これ絵柄違う、悪事キング、そして最後はマルチ付け替え。悪事キングって通常の拡張パックのやつと絵柄違うのかなと思ってたら、通常の拡張パックの時って自分これだ SR しか引いてないからわからないんだ、通常の絵柄のバージョンがわからないんですね。でも技が一緒なんで多分一緒なのかな。そして今気づいたんだけど、これ GX 技がアクエネルギー5個もいるんですね。はい、はい、ということで、ハイクラスパック GX バトルブースト、動画2本で20パック開封をしてみました。2ボックス開封をやってみました。今回のパックは GX 確定なので、出た GX ダブルレアが10枚になってますね。最後見ていきましょう。アクジキング GX、カップレヒレ GX、ニンフィア GX、カップテテフ GX、ネクロズマ GX、ルナーラ GX、ソルガレオ GX、フェローチェ GX、ルガルガン GX、そしてジジロン GX でした。狙いあったトレーナーカードのリーリエ、それからルザミーネのスーパーレア、そしてこのルナーラソルガレオ、これのハイパーレアかな、このハイパーレア、これが欲しかったけど出ませんでした。このハイパーレアもう画像も出回ってるんですけど、こんな感じ、電磁木だとこのなんか白っぽいというか全体シルバーっぽくなるんですけど、これがね全体ゴールドになってるソルガレオとルナーラのカードが入ってるんで、これが欲しかったんですが、ちょっと今回引くことができませんでした。で、今回2ボックス目ということで、このね、ダブルレア、もう少しずつ被ってくるやつがいて、んで、ちょっと狙ってたその4枚のカード出なかったんで、もう1ボックスぐらい追加しようかなと考えていたんですけど、ちょっとまあ GX もね、被ってくるんでね、なかなかちょっとどうしようか考えているところなんですけど、今だったらポケモンセンター5パック買うと、この、ポンチョ着たイーブイのカードももらえるんで、もう1ボックスぐらい買って、で、10パックなんで、これ2枚もらえるから、2枚このイーブイのカードもらいつつ、もう1ボックス、もう2ボックスはきついかな、もう1ボックスぐらいは買ってもいいんじゃないかなとちょっと考えてますんで、また、ちょっと行く予定、行く機会があれば、追加で、購入をしてこようかなと考えております。また、追加で買ってきたらね、開封は動画にてご紹介したいと思います。はい、ということで、今回はこちらですね。ハイクラスパックの GX バトルブースト、これの開封をやってみました。はい、ご視聴ありがとうございました。